四郎様は渡せん。何？やはり勝四郎か。貴様江戸家老森川兵部の手の者か。だったらどうする。そして医者に見せるがいい。かたじけない。くめ、私は家を逃げ出してな。シロさん家出してんの？家出？まあそんなとこだな。でもどうして？侍という身分を捨てて自由になりたかった。お千代殿をはじめとする恵み、そして長屋のみんなのように屈託なく自由に暮らすのが夢だった。叶うわよその夢。そうかな。そうよ、絶対に叶えるのよ。私も手伝います。うん、お千代殿と一緒なら本当に叶うかもしれんな。水原四郎と申す者が水野勝四郎さんでしたか。名を変えてまで逃げ回るのは幸葉を継ぎたくないということですな。うん、上様、政は熱意のない者が司ると私利私欲のある者以上に混乱を招き、人々を苦しめるものでございます。忠相、俺も十分承知しておる。勝四郎がこのままで、松姫が迎える婿養子がその器でなければ、譜代といえども水野の家は切り捨てる覚悟だ。民百姓のためにもな。ご心中お察し申し上げます。上様、日向の神様、ただいま息を引き取られたと。何で、跡目に関しては？はい、決定されぬままに。終着至極にございます。これで松姫様を養子に迎えてお世継ぎに据えれば、反省は森川様の思いのままに。で、勝四郎の件とは何じゃ？はい、青木の報告によりますと、勝四郎様にゴンクロたちの手が迫り、妙な浪人がうろつき始めたとのことでございます。うん、早急に始末をすることだな。はあ。それから山崎、蔵の中のものを今夜中に大宮に運び込め。内田一派が血迷って何をしでかすかわからんからな。なかなかのもんですな。拙者旗本の三男坊で徳田新之助、水野勝四郎殿だな。お兄上が亡くなられた。お主、藩邸は帰らんのか？それは。それほど跡目を相続するのが嫌か？兄上は跡目を相続したばかりに、さまざまな重荷を背負われ、病の床につくようになり、こうして私はたくさんだ。しかし、所詮自由のない権力争いの傀儡の気持ちなど、お主のような自由の身の方には分かるまい。自由のない権力争いの傀儡か。ああ、兄上が病の床につき、今度こそいけないと分かった時からそうなってしまった。まあ一応は同情しよう。だが何故傀儡の境遇から抜け出そうとしない、乗り越えようとしないんだ。
お千代ちゃん、今日も獅童さんと一緒だったの？お千代はな、お前のためにおかみさんと喧嘩してめぐみを出た。私のために？自分の信じる道を貫くために逃げずにな。お千代でさえそうしたんだ。お主恥ずかしくはないのか。森川兵庫、紬を横流しして祝福を返している。このままでは結城藩は腐り果てる。やっぱり。傀儡が嫌なら戦え。理想と信じる藩政があるなら貫いてみろ。町人に土下座までしてお主の帰りを願うゴンクロまでいるんだ。ゴンクロ、勝代様、結城藩のため、多くの領民のため、何卒お戻りを。わかりました、徳田殿。私がつくぞ。しかし松姫様。黙れ兵庫。幼き松姫を操り藩政を握り私腹を肥やさんとする貴様の企み、もはや露見しておる。潔く腹を切るがいい。上様。上様。